TBS ラジオストリームお送りしております、火曜日2時になりましたですね、本日はサイゾーやテレビブロスなどの連載でおなじみアメリカカリフォルニアはバークレー在住の映画評論家権威にパイ投げするパンク、マジマトモヒロさん。あ、どうも、マジマです。よろしくお願いします。お願いします。こんにちは。どうも、こんにちは、今日のキャッチフレーズはですね、はい、静岡県富士宮市の、ラジオネーム、次元三世さんからお寄せいただきました。あ、はい。はい、はい。あ、そう、パイ投げって言いますと、はい、もう、まあ、何十年以上前のことで、今更ね、あれなんですけど、はい、ある方に影響を受けて、はい、こういう馬鹿げたことをしたわけですけども、まあ、心の師匠と食事しましたよ、先週。心の師匠と、ビートたけしさんと。ああ、はい、そうですか。お食事それは、どういうあれだったんですか。事情はいろいろあるんだけど。やっぱ映画絡みですよね。あ、そう、まあそうですね。はい。はい、でもね、どんな感じだったんですか。いきなりこう、ちっちゃいテーブル囲んで、もう僕とたけしさんと、その、まあ、呼んでくれた水戸橋博士。と あと一人の、はい、たけしさんの付き人の人と4人、たった4人ですよ。たけしさんこの距離ですからね。聞いてるだけで緊張、めちゃくちゃ緊張して。たけしさん、町山さんのいろんな放送とか書いてるもの読んでんの？知らないと思いますけどね。知らないと思いますけどね。はい、でもいきなりフランス料理のフルコースなの。いや、緊張するわ。もうそうでなくても、たけしさんでなくても、たけしさんだから居酒屋でも緊張するのに、いきなりフルコースだから、もう、あ、そう。でさ、まあ、出てくるものは目で見えるから、わかるわけですよ。あ、フォアグラだとか、うわー、フォアグラだと思って口に入れても、味しないの。緊張しちゃってる。緊張したここだから。あちゃー。うわ、これうまいはずなのに、何も感じないっていう。うわ、すごいね。あ、そう。アワビだとか言ってね。あ、わからん、味が。食べながら、喋、ね、お話もしながらね。何喋ったか、じゃあ覚えてますか？何喋ったかもね、行く前にもうめちゃくちゃビビってて、で、いきなり、その、道路で待ってて、したらいきなりロールスロイスですからね、巨大な。ロールスロイス。いや、なんかストレッチかなんかですか？すごいでかいやつですよ。トラックみたいなやつでした。あ、じゃあストレッチは長いやつじゃないの？すごい。まあ、そんな長くはないですけど、縦に大きかったですね。あ、そう。はい。何色？白かったですよ。やっぱ白いんだ。ファルファイト。町山さんは何？電車で行ったの？その町屋さんの場所までは地下鉄？いやいや、それは車で行ってたんですけど、ね、はい、ね、いや、でもワイシャツぐらい着ていかなきゃダメだって言って、その場で買ったりしたんですよ。やっぱりいつもこんなですね。そう、着てて、こんな格好じゃダメだって言われて。ロールソース中、例えば冷蔵庫になんかちょっとブランデーとか入ってる？いや、中にはしてもらえなかったんですけど、ね、あ、だから、なんで登場したの？登場したんだ。すごい、無事に、無事に、なんとか無事にね。でも、どういうお話、なんか言える範囲で緊張してよく覚えてないというね。はい、まあ、今度のたけしさんの映画の話で、新作映画で9月20日から公開される、アキレスとカメって映画があって。アキレスとカメ、はい、で、その試写を見てですね、まあ、ちょっと感想とか、聞かせてほしいみたいなことが、たけしさんの方からじゃないですけども、ありまして。うんうんうん、はい。で、それ見て、その、たけしさんと会ったわけ。はい、はい。見てさ、作った本人と会うってめちゃくちゃ緊張するじゃないですか、それ。それなんか、外堀埋められてるような状態だよね。その前の2本がまた非常に危険な映画でね。そうですよね。非常に賛否両論のね。で、今度の映画、もしね。どういう映画なの？今度の映画はね、芸術家が主人公で、たけしさん演じる、その、絵描きになりたいと思う男がですね、なりたいんだけども才能がなくて、でもって何ていうか、自分の命をすり減らしていけば、なんとかすごい芸術ができるんじゃないかって言って、周りの人をどんどん巻き込んで殺していくっていうすごい話なんですけど、コメディなんですよ。あ、コメディなの？コメディなんですよ。樋口香奈子さんが奥さんで、まあ、どんどん人が死んでいくんでね、ものすごい内容なのに、笑えるんですよ。あ、そう。面白そうです。面白かったです、はっきり言って。試写室でも、終わりの方は大爆笑になってましたから、ネタ打っちゃうと、コメディだからあんまりね、言いたくないんですけど、でもこうやって面白かったですか、言えないですよね。言えないですよね。いや、でも、例えば今までの、まあ、はっきり言って、たけしさんの作品って、工業的にもそう、はい、売れないし、はい、で、いや、俺もブラボーで、はい、結構困ったもんだ、みたいな、あんまりいい点つけなかったですよ。だから私はたけさん面識ないから。すごいビビってて、今度見てね、ダメだった場合にたけさんに、どうだった、あんちゃんどうだったって言われた時に、フランス料理食いながらそっけなせないよ、ね。めちゃくちゃビビってて、ただよ、面白かったんで助かったですよ。よかった、ね。本当にもう、よかったですよ。よかったそうね。映画が面白くてこんなにほっとしたことはないですね。そうかも。今までの人生で。すごい。はい。面白い。でもぜひ、そういう機会にね、町山さんのいろんなお仕事をね、いろいろしてほしいですよね。はい、ああ、まあ、そうですけど、ね。でもそれ、先週はもう一個怖くて、世界の旅行。歌丸くんがやってる、TBS の、土曜日の夜の放送で、ウィークエンドシャッフルで、映画見ろって言われて、それが宮崎駿の、なんだっけ、新作の、ポニョ。崖の上のポニョ。
で、今度それを見ても、言いたいこと言ってくださいとか言ってね。それで、俺、北野武と宮崎駿っていう日本を代表する二大作家の作品をなんか言えっていうふうにね、使命を受けて、なんでこんなひどい目に遭わなきゃいけないって思いましたけどね。だって、それは。めちゃくちゃビビるじゃん、そんなんで。そりゃそうだよね。ポニョはどうだったんですか？まあ、その、放送的にはもう終わったわけですね。終わったんですけどね。まあ、何も言わないつもりで来たら、やっぱり、ちょっと、酒が入っててですね。気がついたら、とんでもないことを言いまして、あ、そう。ちょっと、もう取り返しをつかない放送になってしまいました。はい、本当に、はい、あ、ちょっと聞けなかったんだよ、聞いてみよう。ポッドキャスト聞けるよね。あ、そうか。そういう感じで。なるほど、なるほど。大変でしたね。いや、でも世界の北の。地雷を踏めっていう感じですよ。だから、地雷が埋まってんだけど、お前そこ突き抜けってみたいな世界でしたよ。なかなかすごい来日感。緊張感ありますよね。なんか日本に来たって感じしますね。そうそう、めちゃくちゃ緊張しましたね。じゃあ本題行きましょうか、今日のね。はい、これはもう緊張しないで、もう本当にハリウッドの話ですから、はいはいはい、もう言いたい放題でございます。はい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 、先週は、アカデミー作品、今までの中では、まあ、作品賞候補、有力、最有力と、いわゆるピクサーのアニメ、ウォーリーをご紹介していただいて、まあ、これが、まあ、この程度って言ったらおかしいけど、これがオスカーの作品候補、ね、作品賞候補になるというのは、これ異常事態であると。まあ、アニメだしね。うん、ということを言っていただいたんですけど、はいはい、ハリウッドの映画、そのでは何が起こっているかという話ですよね。そうですね。だから今どうしてウォーリーがオスカー作品賞候補になっちゃうかというと、それ以外の映画はほとんど、うん、なんていうか、アニメの、うん、日本のアニメの映画か、マッハ555の映画か、うん、あれとか、あとアメコミスパイダーマンとかバットマンとか、そういうのと、あと昔のテレビ番組のリメイクと、昔のヒット映画のリメイクっていうのばっかりだから、ちょっともうアカデミー賞なんか上げられないじゃないですか、どれにも。まずオリジナリティがないんだもん、どこにも。本当そうですね。あと海外のヒット作の、要するにアジア映画とかヨーロッパ映画のリメイク。そればっかりですよ。まあほとんどリメイクと、要するにアニメとかのアメコミの映画化ばっかりで、オリジナルの企画が一本もないっていう状態ですよね。ほとんど。そしたらウォーリーしかないんで、ウォーリーに行っちゃうっていうこと自体になってると。これはまあ、なんか、10年ぐらい前からそういったことっていうのはね、リメイクとかなんとかっていろいろ言われてるけど、はいはい、この数年、もう本当ひどくなってるんですか？ひどいんですよ。それどうしてそうなったかっていうのは理由があってですね、はい、具体的にはいわゆる投資銀行、うん、いわゆるメリル・リンチとかモーガン・スタンレーとかいっぱいあるじゃないですか、が今ハリウッドの映画の制作のお金をまあ出してるんですよ。ほう。で、それが原因でそういうリメイクものとか漫画映画ばっかりになっちゃうんですね。それはなぜかというと、投資銀行がやるとリスクを取りたくないということですか？はい、そうです。ああ、っていうか、まあ投資銀行の人たちってのは自分たちお金を出してるわけじゃなくて、集めてるわけじゃないですか、いろんな投資家からお金を集めると、うん、ね。で、投資家がお金をまずこう払おうと思った時に、うん、払おうというか投資しようと思った時に、うん、例えばこれは私が書いたオリジナルの、うん、作品です、ね、こういうシナリオがありますと、うん、で、私が過去に撮った映画こういう映画です、うん、ね、じゃあそれで投資してくださいって言って、うん、投資する人いないですよ、うんうん、まず投資家はシナリオ読めないかと。シナリオなんか読んだこともない。まあそうだよ。映画の良し悪しなんてわからない。そうだね。ね。ああ、でも、スパイダーマンの映画ですって言ったら、うん、じゃあお金出すよってなるじゃないですか。あ、もう頭の中で、もう売れたという実績があるから。そうそう。ああ、だからね、そういったものしか、すでに何らかの形があるものをもう一回やり直すという映画以外は絶対お金が出ない状態になってるんですよ、現在。まあリスクの少ないものしか出ないと。そうなんですよ。で、どのくらいひどいことになってるかっていうのはね、具体的にはハリウッド映画のまあ、いわゆる超大作って言われる60億円以上の、うん、制作費の映画っていうのは、だいたい8割以上は、うん、投資銀行を通して、メルリンチなどの銀行を通して、うん、ヨーロッパから出てるんですね、現在。ヨーロッパからね。そうなんですよ。うん、これは、この間もちょっとお話したんですけど、はい、イギリスはイギリス人俳優が出てるか、うん、イギリスでなんていうか、うん、ちょっとでもロケしてれば、うん、そこに投資した部分の、うん、お金を免税してくれるんですよ、イギリス政府が。ほう。イギリス人の投資を。投資をね。はい。そうなると、イギリス人のお金持ちは、はい、ああ、じゃあ、イギリスで作る映画にどんどん金出してやろうと。はい、その分だけ免税になるから。はい。というふうに金が集まるという仕組み。そうですね。ただ、そういうシステム的におかしくて、どうしてそういうシステムがあるかというと、うん、ハリウッド映画がどんどん大きくなっちゃって、うん、ヨーロッパのイギリスやフランスやドイツの映画産業ってほとんどゼロに近いぐらいちっちゃくなっちゃったでしょ。そうね。だそれを救わなきゃならないっていうんで、映画投資を免税するって各国がやったんですよ。
あ、そうかそうか、つまりイギリスならイギリス映画を盛り上げましょう、はいはいはい、フランスならフランス映画を盛り上げましょうということ で、はい、映画の免税措置を国内法で作ったと。そうなんです、はい、ところが実際には投資家たちは要するにハリウッド映画に投資しちゃってるんですよ。ただその抜け道はイギリスで撮影してるから、あの形式上合作になってるから、イギリス映画半分イギリス映画だから。合作確かに本当に多いですもんね。つまりそのイギリスやフランス、まあ、そのフランスがドイツとかの法律を作った意図と全く逆の、はいはい、全く逆の方向に進んじゃって、ハリウッドにお金がなだれ込むっていう全く逆のシステムになっちゃったんですね。はい、でだからイギリス人俳優って最近すごく多いじゃないですか。ジュード・ローとかさ、コリン・ファースとかやたらとハリウッド映画に出てきて、しかもイギリス人じゃない役やってるでしょ、無理やり。はいはい、英語、アメリカ英語使う、ね、アメリカ英語無理やり使って、こんなアメリカ英語を無理やりイギリスに喋らせて何のメリットがあるんだと思ったら、このメリットだったんですよ。僕らね、あ、順調だから、順調っていうか知らないから、ね、イギリス人はやっぱほら演技がうまいし、はい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 、ね、ハリウッドもやっぱりイギリス人、まあ、実際うまい人多いと思いますよ、ね、その割にはね。だからやっぱり実力でやってるのかと、はい、思っちゃうわけよ。全然関係ないですよ。違うんだね、これが。だからイアン・マグレガーとかスター・ウォーズに出るじゃないですか、はい、あれはイアン・マグレガースター・ウォーズに出したおかげでイギリスからお金がバッとスター・ウォーズに入ってます。いやー、だからドイツも似たようなことや、制度があるんですか。ドイツはね、もっとひどくて、はいはい、要するに、まあ、あの制作費の 50% 以上持つと、要するにその映画のなんていうか権利がドイツになるじゃないですか。要するに、うん、なんていうか米独合作ってなるじゃないですか、うんうんうん、そしたらそれで免税になっちゃうシステムだったんですよ。うん、でこれはあまりにもひどいっていうんで、うんうん、あの2005年に禁止されまして、ドイツの方で、はいはいはい、ただそれでもドイツ国内で撮影すると、うん、やっぱり免税になるんで、だからこの間のマッハ555の、あの、うん、実写映画化のスピードレーサーって映画が作られたんですけども、英語でスピードレーサー、はいはいはい、うん、あれって全部ドイツで撮影してるんですね、基本的に。はいはい、はい、そうか、だって全然関係ないよね。あれとドイツとは、あれだって背景 CG だから、どこで撮影しても同じなんですよ。関係ないわけだ。全く同じなんだけど、ドイツで撮影することによってドイツからのお金が入るんですよ、免税になるから。だ、これひどい状況になってますからね。ひどいですね、はい、はいはい、で、うん、ヨーロッパの要するに、まあ、あの投資家たちはお金を入れるときに、うん、まあ、ゲームのテレビゲームの映画化だとか、うん、そういうんじゃないとお金出さないと、うん、それでもう、まあ、もちろんそしたらこういろいろ投資家から集めたお金が高い利回りで回収できる、はい、投資銀行としてはウハウハと、そう思ってたみたいなんですけども、うん、まあ、具体的にどうしてのハリウッド映画にそういう流れ込んだかというと、ユーロがめちゃくちゃ高すぎて、うん、でドルが安いから、そしたらドルので作る映画に、うん、投資した方が得じゃないですか。なるほど。それで行ってたんですけども、あーはーはー、 そういう事情が最近はあるわけ。そういう事情があったんですね、うん、であとやっぱりあの1999年に IT バブル崩壊してから、うん、株式投資ってあんまり良くないんですよね。だからあの結局前も話したんですけど、サブプライムローン の、 あの住宅ローンに行ったり、あの石油の取引に行ったりしたのは、うん、あれ株があんまり調子悪いからなんですけども、うん、いわゆるそのレアメタルとか、はいはいはい、穀物とかの商品市場に、そうそう、はい、デリバティブの方に行ったりするのは、はいはいはい、これはもう株にお金入れられなくなっちゃったからなんですね、うん、それで映画の方にも行ったんですけども、うんうん、それがね、ちょうどね、今までそれがずっと続いてたんですけども、うん、今年の頭ぐらいから、うん、メリル・リンチとかあのモーガン・スタンレーとか、そのハリウッド向けの投資をやってた会社が、次々とギブアップしまして、あの集まらないと、お金が集まらない、ファンドに、要するに投資家たちが全然乗ってこないと、それでほとんど今年のさっき7月か、ついこの間7月にですね、うん、もうほとんどダメっていうギブアップ宣言出たんですよ、ハリウッド。つまりハリウッド映画会社、要するにワーナーとか20世紀フォックスとかいっぱいありますよね、パラマウントとか、それをやってた投資会社すべてがほとんどもう投資ファンド組めなかったって言いました。なんでファンドに金が集まらなくなっちゃったんですか。これね、原因というのはね、はっきり分からないんですけど、まあ、取材答えてないんですけども、彼らは、うん、LA タイムズとかの記事だと、やっぱりあのすごくサブプライムローンで大損害を受けてるんですね。で特にあのメリル・リンチとかあの辺は、はい、もう市場始まって以来の、うん、ね、まあ、大負債抱えちゃって、でどうしようもないと、それがまずお金がなくなっちゃった、余裕がないんだ、もうまさにね、っていうのはまず一つあって、うん、もう一つはハリウッド投資ってすごく実はあの効率悪かったのに騙されてたんですね、投資家たちは。あ、結構いい利回り稼げると思いきや、はいはいはい、実はそうじゃないの、すごい騙されてた、はあはあ、これは完全に昔からあるハリウッドの詐欺なんですよ。ほう。で一つはですね、まずお金入れるじゃないですか、企画が立ち上がるときにお金入れてから、うんうんうん、その映画公開されるまで大体平均で4年から5年かかるんですよ、ハリウッド映画って。ああ、やっぱりじっくり作るということじゃないですか。まあそうなんですけど、それだけあったら、うん、だって他でやってた方がリスク稼げるし、まあそうだね、4、5年だから遊んでるようなものなんだ。時間かかりすぎなんですよ、それ。なるほど。でしかもそれで要するに決算するじゃないですか、ハリウッド映画が。それでどのくらい利益上がったんで、じゃあ配当しますっていうふうになるまで、うん、さらにそれから1年か2年かかるんですね。おー
いや、これはちょっと皮肉な話だけど、そうやって4、5年かかんだったら、アメリカだったら、その戦争関連に金つぎ込んだ方が、4、5年に1回ぐらいアメリカ戦争するからちょうどいいよってことになっちゃう。金回ってくるのは遅すぎるっていうのと、あとハリウッド映画っていうのはひどいとこなんですよ。だからね、経費をどん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 計上していって、利益なくすんですよ。宣伝費がこれか、そうそう、宣伝費かかったし、プリント代がかかった、そう、なんとかかかって、なんとかかかって、結局、儲かりませんでしたっていうのはね、典型的な例で、一番最近でひどいなと思ったのは、グッドフェローズってマフィア映画があったの覚えてますか、ね、ありますね。有名な映画ですよね。はいはい。で、あれ、要するに一人の実際のマフィアの下働きやった男が、なんていうか、まあ、映画化権を売ってですね、映画化させたんですけどね。あの映画ですね、彼一銭も受け取ってないんですよ。どうして何パーセントかもらえるってことになったのに、はい、映画会社は要するに、あ、これで経費かかって、これでいくらかかって、いくらかかって、結局儲かってませんっていうのを出してですね。うわマフィアを騙してんですよ、ハリウッド。すごいね日本映画がいっぱいハリウッドに投資してんじゃないですか。あれだって多分、本当にもらってないですよ、お金。みんなインチキなんだもん。もうとにかく詐欺師の集団なんだもん、ハリウッド。集団なんだ。そうだね。昔からそこは本当にこれ、生き馬の目を抜くじゃなく、もう本当だから、いかに詐欺師を騙せるかという話になってくるのかな。そうなんですよ。だからね、最初に気がついてね、ハリウッドは騙されるって分かってみんな手を引いてるんですけど、うん、そのおかげでもうハリウッド映画を、あと3年間ぐらいはですね、うん、資金がもうほとんどない状態で、やっていくことになると思うんですよね。でも、唯一と言っていいのか、この、そのウォーリーという映画は、はい、このピクサーというのは、はい、ちょっと違うと。そうですね。いうことですよね。ピクサーの要するに親会社ってのはディズニーなんですけども、うんうんはい、ところがディズニーってのはまあ経営難に数年前になってですね、うんうん、で逆にピクサーの経営が良かったんで、うんうんうん、ピクサーの要するにトップであるあの、まあアップルのね、マッキントッシュ持ってるあの、スティーブ・ジョブスと、うんうん、ピクサーのそのずっと監督でやってきたあの、クリエイターのトップの、うんうん、ジョン・ラセターって人が、うん、2人で逆に親会社のディズニーの株を買ってですね、筆頭株主になっちゃって、うん、つまり、子会社が親会社をコントロールするっていう逆転現象を起こしたんですね、ディズニーは。だから、ピクサーの人たちは、もう誰からも、あと、要するに、投資銀行使ってないんですよ、ディズニーって。資金自己調達自己調達なんですよ、うん。まあ、ディズニーって言えばお金集まりますから、投資銀行使わなくても集まるんですよ。まあそうですね、だから自分自身でファンド会社持ってるんですよ。うんうん、だから、こうなると、うん、要するにもう、ジョン・ラセターとスティーブ・ジョブスが自分の好きな映画を作れるんですよ。周りから何も言われないで。うまいね。これはいいんですよ。だからバットマンじゃなきゃお金が集まらないとかそんなんじゃなくて、これは俺のオリジナル企画で、もう出来上がってみるまでどういう映画になるかわからないけど、俺を信用してくれってことでバンと作れるんだわけですね。なるほどね。要するにスパイダーマンでやりますからとか言わなくていいわけですよ。だからそういう意味でもやっぱり資金繰りちゃんとしっかりしている、その、はい、その制作会社が作ったこのウォーリーというのが、はい、作品賞候補になるというのもな、まあ、無メダルかなということでしょうかね。だって今、ハリウッドの映画会社で一番最も資金を大量に調達している会社っていうのは、マーベル。あのスタジオっていうマーベルコミックスってあのスパイダーマン出し、うん、作ってる会社があるんですよ、あの出版社が、あそこが実はハリウッドの最大の映画会社だったんですよ、ついこの間まで。映画部門というかもう映画会社になっちゃってる。いや、あのね、もう600億円集めてるんですよ、わずか5年間かなんかで資金を自己調達で。自己調達。はは。だからスパイダーマンとかあの手の映画っていうのは、ハリウッド映画ってことになってますけど、マーベルコミックスは自分で作ってハリウッドに配給させるだけなんですよ。はあ、なるほど。つまり大スターっていうのは今いないですから、はっきり言って、うんうん、トム・クルーズでもお金集まりませんから、うん、トム・クルーズよりもスパイダーマンの方が集まるんですよ。はい、あ。実は大スターって、ハリウッドのスターっていうのはスパイダーマンでありバットマンなんですよ。なるほど。トム・クルーズでも集まらないんだ。俳優じゃないんだ。もう俳優じゃないです。で、まあそういうことで今ね、でもみんなお金なくなって急に資金止まりましたから、うん、これからハリウッドにとっては、一生懸命考えてお金じゃなくてアイデアで映画作らなきゃならない、いい時代になったと僕は思うんですね。いい時代に。なるほどね。まあ来るとこまで来たって感じだな。金がなくなると人間頑張るじゃないですか、知恵使って、頭使って。なるほど、なるほど。はい、今日はですね、町山さんの、娘さんも今、向こう、スタジオの向こうに。言ってるし、お父さんが。いや、町山さんのこのすごいパフォーマンスを見て、娘さん、感想は。よかったですよ。いや、生まれて初めてお父さんが仕事するとこ見てますから。お父さん、ちゃんと仕事してるよ、今日。いつも晩ご飯とか作ってるなんかよくわかんない主婦だと思われてますから、はい、面白かったという感想をいただいておりますか。あ、ということはそうです。ああ、よかったですよね。かわいい子。この後2時半過ぎからのエビシャケにも。あ、そうそうそう。はい、引き続きよろしくお願いします。ということで、今日は映画評論家町山智弘さん生スタジオでございました。ありがとうございました。ありがとうございました。